今回なんですけれども、僕が実際に受けてきたセレクション、トライアウト、練習参加について話していきたいと思います。そろそろね、10月になりますけれども、シーズンアウトしてね、セレクションを受ける選手っていうのが増えてくると思います。そのね、セレクションを受けようかと考えている選手だったり、控えている選手はね、参考にしていただけたらいいなと思っております。はい、今日話していく内容なんですけれども、まあ僕がね、実際受けてきたセレクションのチームだったり、まあクラブだったりのね、話だったり、そこで学んだね、必要なこととか、大切なことだったりとか、まああとはね、入団するコツじゃないですけれども、セレクションだけじゃないよっていうところをね、話していこうかなと思います。これを見ている方っていうのはね、まあ、これからセレクションを受ける予定だよとか、受けようかなって思っている人たちが多いと思います。まあ J のね、プロクラブのセレクションだったり、社会人チームのセレクション、上のカテゴリーに行くために、セレクションを受けようかなと思っている方とか、まあ、チーム探しをしている方もそうですよね。やってるかわかんないですけど、高校大学のね、入部セレクションを控えている方もいるかと思います。まあ、あとはね、ユースのセレクション、中学校3年生とか高校1年生の方もね、見てくれてると思うので、参考にしていただけたらなと思います。でね、各有僕もね、中学校3年生から、まあ、社会人今に至るまで、だいたいね、20チームくらい、セレクションとか練習参加をしてきました。まあね、結果なんですけれども、だいたいね、20チーム中15、6クラブくらいはね、合格じゃないですけれども、入団していいよっていうふうには言われましたね。まあそんなね、セレクションを控えている皆様のためにもね、この僕の経験が少しでも参考になればいいなっていうふうに思いますし、セレクションの時にね、頭の片隅に入れておいてくれたら幸いでございます。では、話していきましょう。まあどうやって話していこうかなっていうふうに考えたんですけれども、まあさっきもね、ちょっと言ったんですけど、僕ね、中学校3年生の時に初めてセレクションを受けて、まあ今に至れば26歳までセレクションを受けてきたんですけれども、見てる方っていうか、これね、見てる方多分層が結構いると思うので、中学校3年生のセレクションから最新のセレクションまで、僕全部話していこうと思います。で、一個一個ね、こうエピソードとかも踏まえて、やっていこうかなと思います。内容とかも話していこうかなと思います。中学校3年生のセレクションから、じゃあ行きます。中学校3年生の時に初めて受けたセレクションなんですけれども、山梨学院の入部セレクションっていうのを僕は初めて受けましたね。でね、なんで山梨学院のセレクションを選んだかと言いますと、中2の冬の時に山梨学院が全国高校サッカーで優勝したあの年ですね。まあそれで見て、まあ僕神奈川に住んでるので、まあその来年は中学校3年生で進路がいろいろ選んでいくっていう時期なので、まあ山梨学院のね、ホームページを調べて、セレクションがね、だいたい5月ぐらいだったかな、6月ぐらいにやりますよっていう風に、書かれてたんで、まあとりあえずそれに申し込んで、行きました。結果なんですけど、僕で合格したんですよ。山梨学院のセレクションに。だいたい1000人ぐらい受けて、県外組は20人ぐらい、2、30人だったっすね。なんでセレクションやった内容なんですけれども、一次試験、だいたいね、600人ぐらい来てましたかね。で、30メートル走、高音ドリブル、リフティング。この3種目を見た後に、何分だったかな ?20 分ハーフだったかなのね、11対11のフルコートでゲームをしました。で、ゲームが終わった後に、テントみたいなところに、その試合をやった22人の選手が呼ばれて、もうそこでね、合否が言われます。一人ずつ前で、コーチみたいな人が、合格者、赤ビブス、何番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 、黄色ビブス、何番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 って呼ばれていくわけなんですね。で、そのセレクションに残った人は、また、後日ですね、二次セレクションっていう風に、どんどん進んでいくわけなんですよ。で、最終的にね、僕はね、四次セレクションまでやりましたね。で、全部で五次セレクションまであるんですけれども、まあ、僕は四次セレクションの段階で合格だよっていう風にもう言われたので、四次セレクションまで受けました。やっぱり、ね、僕はね、自分から申し込んで見てくださいっていう風に言ってる立場なので、もちろん一次セレクション、二次セレクション、三次セレクション、四次セレクションって受けたんですけれども、多分ね、学校側から声がかかっていたり、まあ、スカウトの目に留まってるじゃないですけれども、そういう選手っていうのはもう二次セレクションとか三次セレクションから来てやってましたね。二次セレクションなんですけれども、二次セレクションは、まあ一次セレクションで受かった選手も何人か、まあチームだった選手もいたので、何人かいて、でね、やっぱ二次セレクションから来たっていう選手もいましたね。300人ぐらいいたかな。もうね、最初の段階で大暴走されてましたね。で、二次セレクションからはですね、30メートル走とかコーンドリブラーもうやってないですね。もう11対11のフルコートのゲームをやって、またテントに呼ばれて、合格者を呼んで、また後日その合格者だけでやるみたいな形になりました。で、それでまあ僕見事合格して、3次セレクションに行ったんですけれども。で、まあ3次セレクションはね、だいたいね、200人ぐらい来ましたかね。もうね、1次セレクションから残っていた選手っていうのはほとんどいなかったです。またね、こう3次セレクションから、来た選手っていうのもいて、もうね、ここまで来るとね、で、もう一人ね、チームメイトが3次セレクションまで受かってたので、まあ二人でね、こうやってグラウンドに着くと、もうね、みんな J のエンブレムが入ってる選手しかいなかったっすね。まあちょっとね、気持ち的に、うわ、やべえな、なんて思いながらね、ちょっと三次セレクションも頑張ってやったんですけど、したらまあ見事に合格して、
四次セレクションに、まあ、進んだわけですね。で、まあ、四次セレクションに来て、するとまた、四次セレクションから参加している選手もいて、でももう四次セレクションから参加している選手っていうのは、ほぼ合格というか、もう決まっている選手みたいな感じで、もう最後80人とか70人ぐらいで、まあ、ボンとセレクションをやりましたね。で、またね、11対11のゲームをやって、テントに呼ばれて、合格者が呼ばれたんですよ。もう一人僕と一緒に受けてきたチームメイトはそこで落ちちゃって、まあ、僕はそのまま合格したんですけれども、その後はですね、面接がありましたね。面接があって、一人一人面接に室行って、まあ、監督かなコーチだったかわかんないですけど、一人ずつね、面接をするんですよ。で、僕はそこで、フリアーマー君はもう合格だから、4月からよろしくお願いしますと、いうふうに言われましたね。他の選手はね、なんて言われたかわかんないんですけど、僕はそうやって言われましたね。で、その後、1ヶ月後ぐらいに合格した選手で、まあ練習をするんですけれども、だいたいその時はね、7月ぐらいでしたね。まあしたんですけれども、まあその時でだいたい30人ぐらいだったので、まあ1000人ぐらいセレクションを受けて、だいたい30人ぐらい合格したよっていうふうに、初めてそこでコーチに言われました。で、まあね、一次セレクションから僕受けてきて、一次セレクションから合格した選手っていうのは僕と3人ぐらいしかいなかったですね。だから4人ですね、合計。くらいしかいなかったですね。他はもう全員、多分途中参加っていうか、もともとね、声をかけていた選手たちが多数でしたね。でも僕、山梨学院行ってないんですよ。で、行ってない理由をこれからちょっと話しますね。もうすげえね、くだらない理由なんですけれども、もうあの時に戻れたらね、絶対に入学してたし、サッカー部入ってたんですけれども、その、合格した選手で練習したって言ったじゃないですか、さっき。7月ぐらいにね。午前中練習だったんですよ。で、午前中練習した後に、その後、トップチーム、高校3年生、高校2年生、その今山梨学院のプリンスリーグを、ワドサッカー場って言うんですけど、山梨学院の学校のね、ワドサッカー場で、プリンスリーグをやってたんですよ。で、そのプリンスリーグを見ている時に、まあ僕たちの先輩に当たる選手、まあ高校1年生の選手かな、あれは。来年はよろしくだと言ってきたんですよ。で、その中の一人の選手と僕仲良くなって、いろいろこうプリンスリーグしてる間にこうバーッと喋ってたんですよ。したら、1年生は全員坊主制度があるからね、嫌だよな、みたいな風にポロッと言ったんですよ。で、まあ僕その時中学校3年生ですよ。僕ね、髪の毛なんてもうこんな、遊び散らかしてる時に、坊主にするなんて聞いたもんだから、はぁって思って。本当に今のってバカな話なんですけれども、それでもう俺、うわ、入りたくねえって思ったんですよ。一気にですよ。一次セレクションから四次セレクションまで頑張って、やってきて、ね。親も送り迎えをしてくれてよ。神奈川から山梨まで。そこから一次セレクションから4人で受けたんですよ、チームメイト。4人で受けて、まあそのうちの3人は怒って、もう僕だけ残ったと。で、まあそのチームメイトからはね、頑張れよと言ってもらえたんですけれども、まあそれなのに、そんなことで入りたくないって思っちゃったんですよ、僕。マジで。そのことを帰って親に言ったんですよ。俺坊主にするから学校行きたくねえと。山梨学院に入りたくないって言ったんです。で、まあね、この警告通りね、それを親に言ったんですよ。したらね、リモコンを思いっきりバーンぶん投げられて、いい加減じゃねえんだみたいな感じで、ね、めちゃくちゃ蹴られたんですけど、まあその時はね、うわ、もう行きたくねえし、なんで怒ってんのみたいな感じだったんですけど、まあ今考えたら、まあ、普通に怒って当たり前だと思うし、まあ俺がね、もし逆の立場だったら今ね、もう絶対に俺も怒ってるし、何のために頑張ってね、送り迎えもして、セレクションも行って、合格までいただいたのに、面接もしてね、もうだから大多数の人間を裏切ることになるわけじゃないですか。まあけどね、結局本当に嫌で、山梨学院の入学を断って、月日は経って、中3の、11月ぐらいですね。その時にですね、次僕ね、湘南ベルマーレユースのセレクションを受けに行ったんですよ。湘南ユースのセレクションは、1次試験があって、2次試験があるっていう形なんですよ。2次試験に合格したら、もう入団っていう形になるんですけれども、1次試験の段階で、だいたいね、50人ぐらい、いて、ね、バニューサッカー場でやったんですけれども。で、まあ僕ね、見事その一次試験突破して残ったんですけれども、二次試験でね、ダメだったっていう形です。間髪入れずに FC 東京ユースのセレクション行ったんですけど、この時はね、150人ぐらいいましたね、小平のサッカー場に。で、内容はハーフコートのゲームでしたね、その時は。11対11のゲームをやって、もうすぐ、合否が発表されるって形でした。で、その時はもう全然ダメでしたね。で、結局その、まあ、インフィニットのユース、現グラシアの、ユースに入団したっていう形になりますね。
まあ、今話したね、セレクションの内容も僕がね、中3の時なんで、まあ、10年前の話なんで、まあ、内容とか制度はちょっと変わってるかもしれないんで、この辺はちょっとわからないんですけれども。ユースのセレクションはね、ハーフコートとか、ちっちゃいサイズでゲームすることが多いイメージですね。高校のセレクションは山梨学院以外も受けてるんですけれども、30メートル走とか、高温ドリブルとか、リフティングとか、あと1500メートル走とかもやったので、能力テストみたいなのをやるのが高校かなっていうイメージがありましたね。中3の段階なんでね、まだまだ全然伸びしろがあるので何とも言えないんですけれども、秀でた何かがあるとか、突出した何かがあるかっていうところをね、目を光らせて見てるなっていうふうには思いましたね。中学3年生だけでもう結構話しましたね。すいません。一回休憩しましょう。はい、では次はね、高校3年生の話になるんですけれども、僕がね、高3の時に考えていた進路は、関東リーグ以上の社会人チームに行くか、もう大学サッカーをやるかの2択でもう考えていたんですよ。まあ僕がやっていたユースのレベルとか、まあ対戦相手のレベルだと、まあこのままプロに行くのはちょっと難しいなっていうふうに自分自身で感じていたので、まあまずはね、この上のカテゴリーで活躍していこうっていうふうに考えていました。で僕、大学5個ぐらい、声をかけていただいて、全部練習参加に行きましたね。産業能率大学、長美大学、ね、埼玉の方の大学も声かかってたし、人大も行きましたかね。青山学院も行きました。で、上武大学に行きましたね、あとは群馬県の。で、まあその中から選んで、上武大学に行くことにしました。で、面接もして、入学するってことになったんですけれども、ここでもまたね、事件が起きちゃって、入学するとき、大学進学をするときにですね、まあ親とバチバチに喧嘩をしまして、まあ以前ね、高校の山梨学院で喧嘩していたこともあって、大学でもね、ちょっと喧嘩をしてしまってですね、サッカーとかと関係ないことで喧嘩をしちゃって、親に、じゃあお前の大学の費用は一切払わないって言われたんですよ。で、俺もやけになって、別にいい行かねえから、みたいな、言って、大学に行かなかったんですよ。そこでね、奨学金を借りるとかっていう頭が回らなくて、もうカーッとなってたんで、もういい、今辞めるから、つって言って、大学に電話して、俺入学しないんで、つって言って、入学をやめました。で、パッと冷静になって、高3の、その時ね、夏ぐらいだったんですけど、やべえ、進路が決まんねえ、みたいになって。で、その時、ちょうど同じユースにいた選手が、日本工学院専門学校、セレクションを受けに行くってことで、一緒に行ったんですけれども、まあ、そこで、運よく拾ってもらって、入学することにしました。まあ、入学したんですけれども、なんかね、やっててもつまんないというか、まあ、サッカーが全然面白くなくて、監督との関係もあんまり良好じゃなくて、試合ではもうふてった態度をしてたりとか、練習もダラダラやってとか、全くやる気がないみたいな感じになってて、日本工学院 F マリノスっていうチームに僕入っていたんですけれども、その時ね、関東リーグ、関東2部リーグに、所属してたんですけれども、で、その関東リーグのメンバーに僕入ってて、ベンチスタートで、で最後の5分ぐらい出るぞーって言われたんですよ。で、それはフォワードで出て、もう、勝ってて、相手のディフェンダーとかもどんどんもうボールを前に放るじゃないですか。そのボールを、まあ、止めてほしいっていうか、前からチェイスして、センターバックからサイドバックから出る供給するボールを、なるべく阻止してほしいっていう指示だったんですよ。もう至極普通の指示じゃないですか。でも、なんかその時に、なんかそんなことのために俺を出すなや、みたいな気持ちになったんですよ。もう本当に、何を考えてんだろうね、俺ね。行くぞ、りょうって言われた時に、あ、俺もう出ないって言ったんですよ。俺、その時。いや、バカじゃないですか、マジで。そしたら監督も、はぁみたいになるじゃないですか。で、もう他の選手たちも、みたいになって。で、アップしてくれたコーチも、お前マジみたいな顔して。もう騒然ですよ、そこ。いや、俺もう出ないみたいになって。もうそんな5分のために出たくないみたいに言ったんですよ。そしたら、じゃあお前もう出んなって言われて。まあ、そりゃそうですよね。で、まあ、その後、まあ、ほとぼりが冷めて謝ればいいんですけど、俺がその後ボソッとつまんねえサッカーみたいな感じで言ったんですよ。したら、監督が、じゃあお前やめろって言うんですよ。うん、何にも監督は悪くないじゃないですか。けど俺はそれにカチンときたんですよ。もう意味がわかんないでしょ。俺サッカーのセレクションで入学してるので、サッカー部を辞めるっていうことは学校を辞めるってことなんですよ。まあ別に俺はもういいと。いや、お前の下であと1年半もサッカーやりたくないって。まあその時大体ね、9月とか10月ぐらいだったんですけど、1年生の。そのまんま学生課に行って、試合中ですよ。学生課に行って、辞めますって言って、辞めたんですよ。帰って親に、
あ、俺学校辞めてきたみたいな、なんか超生きって俺言ったんですよ。したら親もあーみたいな感じで、もうなんかもう好きにしたらみたいな、呆れられてって。俺もでも冷静になって、まあ3日ぐらい経つじゃないですか。学校も辞めたんで行かないですよ、もう。したら、あれ俺ってニートじゃねみたいになったんですよ。3日間ぐらい経ってようやく気づいて。で、まあ、とりあえずその時はサッカーやってない状態。3日間サッカーやってない状態だったんで、もともといた、グラシアのトップチーム、僕が今所属している、トップチームに、まあ、入ったんですよ。その時学校なんで、まあ、どっか仕事をしていたわけでもなく、普通にアルバイトだったんで、アルバイトを続けながら、グラシアのトップチームでサッカーをやっているって形だったんですけれども、まあ、俺はプロになりたかったし、上のカテゴリーでやりたいと思ってたんで、まあ、その時ちょうど辞めたのが10月ぐらいだったんで、その時、セレクションをまた受けようと思ったんですね。まあ、なので、僕が高3の時に受けたセレクションとか練習参加っていうのは、だいたい5、6個受けましたがね。J リーグは受けてなかったですね。まあ、ね、僕が高3の段階で、まあ、行った練習参加とかトライアウトとかセレクションっていうのは、もう大学しかなかったですね。で、まあ、どの大学にも通ずることは、練習の中でね、やっぱロンドやるチーム多かったですね。あ、ロンド、鳥かごやるチームが多かったです。で、それも全部、アンダー2かダイレで、全部やってて、で、まあ、5対5とか、6対6プラスフリーマンとかやってたんで、判断力とか、ワンタッチ、ツータッチの技術っていうのを、まあ、よく見てるのが、高校3年生世代とかかなっていうふうには僕感じましたね。と言われたのは、まあ、これは大学の名前出さないんですけれども、その大学のね、コーチに言われたのが、どのポジションでも、余裕を持ってボールを持てる選手じゃないとやっていくのは難しいっていう風に言ってましたね。俺と一緒にね、セレクションを受けた練習参加をした選手にセンターバックの選手がいたんです。で、そのセンターバックの選手ね、185ぐらいあって、競り合いめっちゃ強かったんですよ。競り合いめっちゃ強かったんですけれども、ボールがね、足元に入ると慌てちゃうんですよ。フォワードがプレスに来ると。キーパーに返すバックパスももうボン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 跳ねてるようなパスだし、このぐらいのね、腰の位置ぐらいのね、球の処理とかも、もうバタバタ慌てちゃうとか、まあね、もう簡単に後ろ向きになったら外に出しちゃうとか、すごい余裕でボールを持って回してるのに、ちょっとプレスに来たら、まあアバウトに相手のサイドバックの裏目がけて蹴って、みたいな、サイドハーフに走れよ、みたいな風に言ってたんですよ。まあそれって、サイドハーフ苦しいんだから走れよってみんな言うんですけど、まあ俺の考えはそうじゃなくて、だってそこ余裕なんだから、相手1枚引き出すとか2枚釣り出して間に刺すとかできるじゃんって俺は思うんですよ。で、僕の知っている上手いセンターバックとか上手いサイドバックの選手っていうのはみんなそれができるんですよ。本当に全然相手来ても慌てない、難しい球もラインから出さないようにクリアをしたりとか、もちろんヘディングも強い、対人も強いですし、まあリーダーシップ取れるし、声も出せるし、指示もしっかり出せるしみたいな、バックも俺は会ったことあるし、ドリブル仕掛けられる選手も、まあ空中戦しっかり戦える選手もいたし、すげえドリブル上手いんですけど、必要なところ台でツータッチでやれる選手もいたし、味方のためにスペース空ける動きもできるっていう選手も、まあ見てきたんですよ。だから、こうなんだろう、自分が蹴ったボールとかに対してのミスを他の選手のせいにするっていうのが、その大学のコーチとか監督にはね、いけすかなかったみたいで、まあ一緒にやってた俺もちょっとあんまり気持ちよくなかった。確かに空中戦は強かったんですけれども。だから本当にどのポジションでも余裕を持ってプレーできるとか、余裕を持ってボールを確保できる選手っていうのは本当に大事だと思うし、自分がドリブルでさばけないんだったらパスを受ける場所を考えればいいじゃんって俺は思うし、同じチームにね、その大学のサブの選手が入ってたんですけども、同じことをそのセンターバック言われてて、お前浮き球とか足元の処理が下手だったら最初に敵からもともと離れておいてパスを受けろよっていう風に言われてたんですけど、なんかもうこんな感じでやってたんですけれども、いかにね、矢印を自分に向けられるかっていうのが本当に大事なんだってそこでは考えさせられましたし、やっぱり大学とかではプロになれねえんだなっていうふうには感じましたね。中3編に比べたらね、高3編は結構スッキリしているんですけれども、まあここからね、次社会人編になっていくので、また一旦休憩しましょう。はい、ではね、社会人編に移りたいと思います。専門学校を辞めてアルバイトをしながら、グラシアのトップチームに入って上のカテゴリーを目指す、はたまたね、プロを目指すっていう形でやっているんですけれども、まずね、一発目に受けたのは SC 相模原のセレクションですね。ちょうど学校を辞めたのが、10月で、その年の12月にセレクションがありました。やった内容はですね、ハーフコートで8対8だったかな、をやりました。ハーフコートこう2面あるんですけれども、多分こっちはね、
その時僕ね、県一部の方でやっていたので、まあ県一部ってこっちはね、多分なんだろうな、あんま見る気がないじゃないですけれども。あれはね、書類審査の段階で分けられていますね。カテゴリーが下っていうか、まあ向こうのね、独断と偏見で決められたのはこっちで。で、多分ね、はたまたこっちは大学サッカーで好成績を収めている選手だったり、関東リーグ以上、JFL とかでやっていた、まあ元プロもいいのかな、分からないですけど、こっちはね、比較的、レベルが高いっていう印象がありましたね。こっちの方でやってはいたんですけど、まあまあ一応ね、目はかけてくれていたんですけれども、こっちに比べたらね、まああんまり見てねえなっていうふうには感じました。こっちはね、相当抜きに出てないとね、見てもらえないですね。ゲームの段階で僕もね、ハットトリックとかしてたんですけれども、声がかかることはなかったですね。まあ、セレクション志願者でね、合格する選手っていうのはまあほぼいないんじゃないかなっていうふうには僕は思いましたね。で、相模原の次はですね、YSCC のセレクションを受けたんですけれども、そこはね、11対11のフルコートでゲームをやって、合格したら午後、もう一回ね、ゲームをするって形なんですけれども、まあね、結構セレクションってね、チームに依存するみたいな感じがあると思うんですけれども、まあちょっとそれもあって、まあ僕のチームね、あんまり強くなかったんですよ、正直言って。あんまり強くなかったんですけれど、結構ね、ボール来る回数は少なかったんですけれども、まあ一回来たボールを、まあドリブルで仕掛けて、まあ PK 自分でもらって蹴って決めてみたいな。でその後もう一点取ってみたいな。でその試合結局ね2対4ぐらいで負けちゃったんですけれども、まあ僕ね見事午後の方の審査に進んでやったんですけれども、ダメでしたね。セレクション自体は落ちました。YSCC のセレクションはね30メートル走はやりましたね。次その年受けたのが東京23のセレクションを受けましたね。どんぐらい来てたかな。人はね40〜50人ぐらい来てて、フルコートのゲームを25分2本かなやって、その後日ね合否が来るんですけれども、その合否の結果なんですけれども、一応僕はね合格しましたね。合格してたんですけれど、なんか聞いた話によると、人数登録人数の状況で東京23ってセカンドチームがあるんですけれども、セカンドチームの登録でもいいかみたいな感じになって、まあセカンドチームでやるんだったら別にいいかなみたいな感じになって行かなかったですね。なのでその年はね3クラブ受けて、 SC 相模原、 YSCC、 東京23を受けて、まあ J リーグはダメだったんですけど、東京23の方は一応セカンドチーム登録ならいいよっていう感じで合格はいただいたっていう形なんですけれども、結局どこのチームにもね行くことはなく、またその次の年の4月には、グラシアで、トップチームでやることになりましたね。そこから1年間戦って、その次の冬ですね、もう一回リベンジでね、YSCC を受けたんですよ。で、YSCC 受けたんですけど、今回はね、1回目でダメでしたね。しかもね、前回と違って、結構チームがね、拮抗してたんですよ。力が拮抗してて、本当にね、0-0 とかの状況まで行ったんですけど、決勝ゴール僕取ったんですけど、ダメでしたね。受からなかったです。で、その年は、その次にね、合同セレクションっていうのを受けて、おこしやす京都さんがやっている、何チームかな ?30 チームくらい見に来てるのかな、くらい見に来ている、つくばでやっているんですけれども、T フィールドで行っている合同セレクションっていうのを僕は受けに来ましたね。で、その内容としては、ついて、受付をして、はい、じゃあボール蹴っていいですよってなってから、まあ、15分後くらいに、はい、じゃあゲーム行きますみたいな感じで、もうゲームをしたので、まあ、おのおの10分15分で体を作って、まあ、チームの中で軽く戦術を簡単に組んで、どこから行くとか決めて、名前を知って、はい、ゲーム行きますみたいな感じですぐゲームになっちゃったんで、25分ハーフを行って、でまあ、試合が終わったら、横にね、ちょっとしたスペースがあるので、そこで一旦待機をして、で、スカウト班の人が気になった選手にその場で声をかけるっていう風にシステムなんですけれども、結構ね、このセレクションの時は、相手のレベルも高くて、こっちのレベルもまあまあ高くて、YSCC とか SC の時よりもちょっと高いかなっていう感じでしたね、レベル的には。個人的にそう感じました。で、このセレクションの結果なんですけれども、僕ね、6クラブぐらい声をかけていただきましたね。で、弟もね、一緒に受けたんですけれども、弟はもうちょっと8クラブぐらい声をかかってましたね。で、二人とも同じクラブから声をかかっていたところに二人で移籍したっていう形なんですけれども。まあ、ちょっとね、このクラブすごい良かったんですけれども、ね、どこのクラブかっていうのはちょっとね、今回はシークレットにさせていただくんですけれども、半年でね、なくなっちゃったので、はい、経営の問題でなくなっちゃったので、今回はシークレットにするんですけど、この半年間でね、だいぶサッカー感っていうのがね、変わりましたね。そこでね、やっぱり、精神的にも、サッカー感も大人になったなって自分では思ったし、
まあ、なんせね、指導してくれた人っていうのが、まあ、多分、名前は言わないですけれども、名前を言ったらわかるような、絶対皆さんが知ってるような方たちに僕たちは指導していただいたので、本当に厳しい言葉ももらえましたし、いかにやってきたサッカーが甘いし浅かったっていうのも痛感しましたし、大人になんなきゃダメだったんだなっていうふうに、やっぱりそこで振り返って思いましたね。今ね、この移籍したクラブを半年、4月に移籍して、10月に辞めて、すぐ、10月またセレクションなんですけれども、この時はねもうね J のセレクションは受けなかったですね。もうちょっと受けても無駄だなって思ったし、やっぱ結構ね結果を出してでもねあんまりやっぱセレクションって取ってもらえないことが多いので、その亡くなったクラブね、東京のクラブなんですけれども、まあねやっぱりツテすごい人からご指導いただいたので、まあいろいろねツテがあるということで、東京23にね練習参加しましたね。で東京23に練習参加して、午前中はセカンドチームで試合に出て、で、もしよければ、午後にトップチームの試合に参加するっていった形だったんですけれども、まあ僕、弟とその時も一緒に行ったんですけれども、で、その他に何人もいて、まあ一緒にパッと試合に出てやったんですけれども、まあ午後のトップチームの方に行けたのはもう僕と弟だけだったんで、俺らがね、入団したっていう風な体になってて、もう普通に構想として組んでもらって試合をやったんですけれども、で、まあその試合が終わって、僕ら兄弟は入団していいよっていうことになったんですけど、実はね、その3日後にですね、横川武蔵の JFL のね、クラブの練習参加に行くことが決まっていて、で、そのことを伝えたらですね、ちょっとじゃあ今回はなしかなっていう風になったので、ここで見送りにあの、出ましたね。東京23に落ちて、で、横川武蔵のに行ったんですけれども、もうね、その時ね、12月とかになっちゃってたんで、もうね、選手のね、補強が終わってたんですよ、僕たちが行けた頃には。だからまあ、グラウンド着いた時に、取る気はないけどみたいな感じで言われて、なんじゃいそれと思ったんですけど、まあでも2日間やってみようかみたいになって、まあやったんですけど、まあ割とできたなっていうふうには感じますし、多分ね、主力選手がもうね、来てなかったと思うんですよ、練習にね。練習に来てた選手、在籍してる選手も、もうシーズンも終わってるし、まあなんとなく体を動かしに来てるんだ、みたいな感じで練習してたので、まあそんなガチガチのね、感じでは練習してなかったんですけれども、まあやれたかなっていうふうには思いますね。まあね、武蔵野ダメだったんですよ、僕たち。まあ兄弟で行ったんですけど、僕たちダメで。で、弟はね、その後に YS の入団が決まったんですけれども、まあ僕どうしようかなっていうふうに考えてて、いろいろ練習参加したんですよ。そっからですね、僕はね、クラブに直接メールを自分でして、練習参加できるかどうか確認して、練習参加するようにしましたね。次に1月に行ったのが東北の岩手岩手っていうクラブに行ったんですよ。東北の方なんで雪がすごくて外でサッカーができないんですよ。なので体育館の練習になるんですけれども、ああ体育館の練習でもねだいぶ強度高くて結構ねいい練習したなというふうには感じます。でチームからはまあ監督からはもうぜひ来てほしいというふうに言われたんですけれども、まあ、その後ね僕でコバルトール女川っていうクラブに行ったんですよ。宮城県のね、そのまま練習参加したんですけれども、大学からその後来るからちょっとまだ入団の見込みはないみたいに言われて、その大学の選手が断ったらいいよみたいに言われたんで、まあそこまで待てないし、まあそんなんだったらいいやみたいな感じになって、その流れでね岩手岩手の方も断っちゃって、結局東北リーグ上位のクラブだから行こうかなって思ってたんですけど、結局 OK はいただいたんですけれども、どっちのクラブにも行かなかったっていう感じですね。月日は流れてそのまま2月になって、東京都一部リーグのセルベーザっていうクラブに練習参加したんですけれども、結構レベル高くて毎年上位の方に食い込んでるチームなんですけど、結構練習の強度高くてですね、面白かったですね。でまあね、東京都一部なんで入団ダメだよっていうことはまあないんですよ、社会人チームで。でなんかね、だんだんね、僕の中で練習参加して、ね、趣旨が変わってきちゃって、なんかどのクラブが楽しいかなみたいな感じで練習参加歩きみたいなのをするようになったんですよ。で次にアローレ八王子っていうクラブの練習参加をしたんですけれども、実はねこのクラブ合同セレクションの時に内定をもらっていましてですね、まあその時はね断っちゃったんですけれども、OK をもらってたクラブなんですけど、まあ、そこの監督とは一応繋がってて、練習参加させてくださいみたいな感じで言ったら、まあ、いいよーって言って練習参加して、その後ね、神奈川県一部リーグの他のクラブをちょっと行こうかなと思ったんですけど、やっぱりちょっと面が割れてる分ね、行きづらくてですね、ちょっと結局行かなかったんですけれども、通ってる整骨院があったんですけれども、その整骨院にね、皆さん今知ってるウィナーズのゴールキーパーのジャイアントさん、若田さんがですね、その時一緒の病院に来てましてですね、
そこで LINE をちょっと交換しましてですね、横浜たけるの練習に参加することになったんですけど、僕ね、股関節の怪我をしてしまいましてですね、結局3ヶ月ぐらいサッカーできなくなっちゃって、その時。3ヶ月もサッカーできなかったんで、あーだこーだしてるうちに、シーズン開幕しちゃったんですよ。まあもうどこも打ち切りってなっちゃったんですけれども。まあ、すぐに、ね、選手登録して、試合に出れるチームっていうのが、アローレぐらいしかなくてですね、登録の関係上ね、できるのがアローレしかなくてですね、まあアローレ八王子さんに、6月ぐらいですかね、怪我が治った6月ぐらいにお世話になりましたね。で、入った矢先ですね、その月は10月で僕転職しまして、練習に、ね、行けなくなっちゃったんですよ、僕。なので、まあ実際にアローレ八王子で活動したのはもう半年、もう練習に行けたのはね、4ヶ月、5ヶ月ぐらいしかなくてですね。まあそのまま退団しちゃったんですけれども。そこからもうね、どこもセレクションはいかなかったですね。今に至るっていう感じです。まあまだまだね、言ってないチームとか、名前を出してないチームっていうのもあるんですけれども、20チームぐらい受けてきたので、まあ細かくは話さないですけれども、これぐらいね、自分の足でやっぱセレクションとか受けに行ったし、練習場まで行って、見たりもしましたし。まあまあ今ね、バーっと話しましたけど、こんな感じで僕はね、練習参加とか、セレクションを受けてきました。で、まあね、僕セレクションを受けてね、やっぱすごい大事だなって思うことがあって、さっきね、YSCC とか SC の話の時に、チームに依存するって話をしたじゃないですか。チームに依存するっていうのは結構セレクションであるあるなんです。本当に。このね、うまくいかなかった時にどうするかっていうのを結構ね、見てる人っていうのが多くて、見ている人たちっていうのは、まあそのチームの監督であったり、関係者であったり、コーチであったり、トレーナーであったりするわけじゃないですか。で、その方たちっていうのはまあ言っちゃ悪いですけど、僕たちより一回りも二回りもね、年が上なわけで、昔からサッカーをやって、昔からサッカーを見てきて、それでご飯を食べている人たちなんですよ。そんな人たちがね、外から見て、あ、このチームうまくいってないな、あ、このチームうまくいってるなっていうのなんて、もう見たら一目瞭然じゃないですか。だからこそ偏って見てるんじゃなくて、多分うまくいってないチームで、選手一人一人を見て、あ、ボールが来ねえなってふてってる選手を取るか、ボールが来ないんだったら、守備をしっかり頑張って、ボールをマイボールにして、この来た一回のチャンスにかけようって思ってる選手っていうのはもう見たらわかるんですよ、すぐに。はたまた逆をね、うまくいってるチームでも、守備をしない選手。だってここにま、サイドで張ってりゃ、誰かがボール取って、ここにボールつけてくれるから。って言ってる選手は、多分いくらうまくても取ってもらえないと思うし、割とね、そういうところは見てると思います。平たく言うとね、チームへの献身性だったり、自分の力をね、うまくいかない時でも、どうやってチームに還元するかっていうのを考えている選手っていうのは、意外とね、どのセレクションでも、どの練習参加でも見てるなっていうふうに思いました。だからね、よくドリブルが上手い選手は目立つからとか、足が速い選手は目立つからとか、ヘディングが強い選手は目立つから、セットプレーで有利だからとかっていう選手もね、いるんですけど、まあもちろんそれもね、一理あると思うんですよ。わかりやすい技術だし。けど、やっぱり上のレベルでやるってなると、うまくいかない時とか、チームが落ちている時に、どうやって自分の力を還元するか、どうやってチームに貢献するかっていうのを、監督とかコーチっていうのはね、多分見てると思います。結構見てます。もっと若い時にそれを感じていれば、もしかしたらもっとチャンスは広がってたと思うんですけれども、やっぱりこれを見ている選手とか、人たちっていうのはまだまだ若い選手、僕より若い選手は多いと思います。なのでね、ぜひね、そこをちょっと考えてやってみてほしいなと思います。セレクションでね、チームに依存するのはしょうがないんですよ、本当に。もう僕たちは決めれることじゃないので。なのでね、うまくいかなかった時は、チームのために走ってみるとか、チームのために一個頑張って守備してみるとか、二度追いしてみるとかね、声を出してみるとか。ちょっとね、そういうところをね、イメージすると結構いいと思います。そのあなたのね、一言によってね、チームの士気が上がったら、あ、あいつは結構落ちてる時にやれる選手なんだっていう風に見てくれてる人っていうのは絶対いると思うので。ぜひこれ、ね、セレクションの時に頭の片隅に入れておいてください。最後にですね、セレクションだけじゃないよっていう話したと思うんですけども、まあでもこれちょっと、僕もさっき話したんですけど、意外とね、練習参加って、つてとか、誰かの紹介って思ってる選手多いと思うんですよ。先輩がいるとか、監督のつてでさ、みたいな言うと思うんですけど、で意外とそんなことなくて、僕がやってたのは、僕なんかはつてなんて一切ないし、つてを持っている人っていうのもいないので、俺はもう自分で連絡しましたね。例えばホームページに行って、自己紹介みたいなの書いて、で、サッカー歴書いて、ストロング書いて、練習参加させていただけませんかっていうのを、クラブにメールしましたね。それでね、7、8クラブぐらい練習参加して、まあ内定っていうか、OK もらってるので。そういったさっきのガンジュとか、コバルトールとか、もう俺それで練習参加行ったし。デリーが無理だと思うんですけど、関東1部とか関東2部ぐらいだったら、
もしかしたら OK してくれるチームは OK してくれると思う。 FL はどうかな。 JFL も厳いかな。メルセだけはパーだから、とりあえず俺は今より上のカテゴリーでやりたいんだ、俺は地域リーグでやりたいんだってなったら、もう地域リーグ全部ダーってメールしてみて、まあ大学関連とかは絶対無理だけどね、大学生じゃないと無理だから。意外とね、メールしてみるっていうのも一つの手ですよ。県リーグとか都リーグとかだったら多分全然問題ないと思います。いいですよって返ってくるし、入団には何の差し支えもないと思います。はい、という感じで長々と皆さんお疲れ様です。今回はね、僕が実際に受けてきた、セレクションだったりトライアウトだったり練習会について話していきました。大事なことはうまくいかないとき、チームに差が生じたときにね、どれだけチームに力を還元できるか、うまくいかないときどれだけチームに声をかけられるか。やっぱりね、セレクションっていうのは45分やるところはないので、45分ハーフでやるところはないので、ほぼ30分とか25分とか、やっぱりいかにこの短い時間でね、まあうまくいかないときはもうね、自分のプレーっていうよりも自分をアピールしてください。声で行こうぜ行こうぜとか、やろうぜとか、最後出し切ろうぜみたいな、やると あいつ声出してるなっていう風に見てもらえるから。ちょっとね、ズルっぽいところもあると思うんですけど、まあやっぱセレクションってね、勝ち抜かないと意味ないので、突破しないと意味ないので、そこはもう何でも声でもね、指揮をもうチームを鼓舞するでも何でもね、使えるものを使ってぜひ皆さんには突破していただきたいなと思います。それではね、何分動画になってるかちょっと分かんないですけど、長々とね、皆さんありがとうございます。これからもよろしくお願いいたします。